から後からちょっとセンター名また出てくるんですけれども、情報システム研究機構というところのライフサイエンス統合データベースセンターを兼務しております箕輪と申します。よろしくお願いします。今日の目次、私のトークの目次なんですけれども、データ共有に関する取り組みについてどういうことをやっているかということをご紹介して、それから NBDC のサイトから提供している基本的なサービスの紹介、それから、NBDC とそれから DBC ライフサイエンス統合データベースセンターが一緒になってやっているサービスの中でちょっと知っているとみんなに差をつけることができるようなちょっとしたサービスのご紹介、それからさらなるデータ活用に向けて私たちがどんなことを目指しているかという内容でお話ししたいと思います。でデータ共有に関するまず取り組みなんですけれども、生命科学、皆さんご存知のように、ゲノムをはじめとしていろんな解析手法が、スケールアップがどんどんできてくるようになって、生命科学の情報が爆発している状況です。で、仮説検証型からデータ駆動型への科学の転換が迫られていて、そういう状況になってきますと、データとかデータベースを自由に使いこなしていくこと、そういうスキルも必要ですし、それからさらには、情報学、統計学、数学、計算機科学などが、生命科学の分野にも必要になってくるということがあります。それから、一種のデータを組み合わせたりしてデータを統合することによって知識発揮をしていくって、そういったスキルもだんだん必要になってきまして、こういったデータを共有していくということに対してオープンサイエンスとか、データの共有というような言い方が今されているわけです。それで、データを共有することの意義っていうのも今更皆さんに言うまでもないかもしれないんですけども、科学の世界の中では本来データは第三者と共有していくものということで、もちろん再現性、透明性、こういったところはもちろん必要でありますし、それから最近ではそのデータを再利用して新しい観点から解析するといったこともだんだん必要になってきています。さらには、そういった新しい大量のデータを使ってそのマイニングをするといった形で新しい技術の開発のためにもこういったデータを共有していくことということが非常に重要になってきています。それから、欧米ではですね、市民は二度税金を払わないという言い方がされてまして、それは、公的資金を投じたデータで、特に公的なその機関で、大学とかですね、そういったところで研究をされているということは、税金を使っているということになりますので、そこで出たデータはすべて市民のもの、だから市民が再利用することに何の妨げがあってはならないということで、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有していくのが当然というふうに、言われているわけです。それで、一つ先ほどの再現性、透明性のことで言いますと、皆さん配列解析してデータ論文出す時に登録しなさいよと言って、皆さん必ず1回は DDBJ っていうのをお使いになったことがあるかと思うんですけれども、ここなんかはその登録をするというこの窓口がありまして、ここは日米欧でもってそのデータを交換して全部その配列情報に関してはオープンアクセスができるようにしていると、こういった例が一つございます。それで、オープンサイエンスに関する国際的な動向と、それから日本の対応について一応、これちょっとある意味政治的なところで、時系列をお示ししていますけれども、2013年に G8 の科学大臣会合で、共同声明が、発せられまして、論文のオープンアクセスというのを皆さんよく聞いたことあると思うんですけれども、さらにデータまでオープンにしていきましょうということを謳われました。でそれに対して、総合科学技術会議、イノベーション会議でもそういった検討会がなされまして、イノベーションに増収につなげることを目指したこういう新たなサイエンスをオープンサイエンスという呼び方をしようというような定義の報告書の中でなされています。でさらに2016年の G7 科学技術大臣会合とか、2017年の G7 科学技術会大臣会合でも同じように、そのオープンサイエンスを推進するためのいろんな提言がされているわけです。で日本でもやはりさらに国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの今度推進にかかる検討会ということで、例えば公的な機関でどういったふうに研究データを管理するとか、利活用ポリシーをこういうふうに作りなさいという、そういったまずガイドラインを作るというようなことが進められてきていました。で、データの、共有の、ためにはですね、今の言った政府的な動き、政治的な場面での動き以外に、科学コミュニティの中でも、データの共有の基準として何か考えていかなきゃということで、このフェアという原則が考えられています。フェアというのはファインダブルとアクセシブル、インターオペラブル、リユーサブルの頭文字を取ったものなんですけれども、2011年頃からこう研究コミュニティでこう議論がされていて、リサーチデータアライアンスといって、生命科学だけに限らずいろんなリサーチデータを、みんなで共有していこうというような動きを検討する会議がありますけれども、そこの中の2014年でこのフェアという言葉がまとめられました。
で、私たちの NBDC と DBC レースが毎年開いている国際会議があるんですけれども、そういったところも実はこういったデータを共有していくためにどういうふうに技術的なことを解決していこうかということを議論する場なんですけれども、そこの中でも話をされています。もしこのフェア原則ということに詳しい知り方は NBDC のサイトでフェアと検索していただくと研究員が書いた創設がありますので、ぜひご参考にしてください。で、NBDC についてなんですけれども、今日椅子の上に資料もお配りしています。その、パンフレットの中もご覧いただきながらで、ご紹介したいと思いますけれども、先ほど言ったようないろんなポリシーの動きがあった中でですね、2011年か、JST の中に建てられたセンターです。で、2006年頃から、日本では統合データベースプロジェクトという文科省主導のプロジェクトが起きてまして、それらの成果の受け皿としても、このセンターが立ち上げられました。で、ミッション一言で言うと生命科学分野のデータベースを使いやすくするということなんですけれども、その中いくつかの軸になる活動がありまして、その中でこの基盤技術開発というのとファンディングプログラムというのを次にちょっとご紹介をしたいと思います。ご存知のように生命科学というのはその対象とする生物種とか解析する対象の分子種とか、解析手法なんかも非常に多岐にわたっております。なので、一つ その私たちのセンターだけがですね、データ集めますとかいろいろやってもなかなか物事が進みませんので、各分野 のキーマンとなる先生方にいろんな各分野でのデータベースをまず統合していただくと。で、その統合されたデータベースをそれぞれの先生が維持している中で、私たちのところで、連邦型ってここに書いてあるんですけど、 NCBI のように全部本当に実際に物を集めてきちゃうというやり方ではなくて、それぞれの先生がキープしているままで、それがあたかも、一つの統合データベースのように、扱えるような、そういった取り組みに私たちのところはやろうとしていて、そういった基盤技術についてではライフサイエンス統合データベースセンターが開発しているというような形になっています。それで、ここからはちょっとデータの公開ということで、 NBDC のミッションの中のデータの公開、こうやってポータルサイトでいろんなサービスをご紹介したので、それについてお話を進めていきたいと思います。で、基本的なサービスの紹介なんですけれども、その文科省主導の、統合データベースプロジェクトが始まる前に、一体こういうそのデータベースが使いにくい状況って何が原因なのかということをまずは調査するということから始まりました。その中で出てきた大きく3つの、要望がありました。それはまずはどこのデータベースがどこにあるのかがよくわからない、で、欲しいデータがもうすでに誰かが作ってるんじゃないかということがありましたので、それについては NBDC では今データベースのカタログという形で、サービスを提供して、皆さんにデータベースのありかを簡単に探していただけるようにしようというふうにしています。で、その次にあったのはですね、ひとたびここのデータベースが何かあるのを見つけたとしても、その複数のデータベースを一つ一ついちいちそこのサイトに行って検索するのは非常に手間であるということがありまして、であれば複数のデータベースを横断的に一括に検索できるような仕組みを作る必要があるということで、データベースの一括検索、これについても後ほどご紹介したいと思います。それからさらにですね、ウェブサイトで公開されているところで、データベースを検索するのもいいけれども、自分でそのデータセットを手元に持って、自分のデータと混ぜて解析したりとかですね、そういったことでもうちょっと自由度高くデータセットを扱いたいということがありましたので、データを一括ダウンロードできるような、そういったお預かりするようなサービスも私たちはやっております。で、さらにそのデータを利用する際の問題点としては、先ほど3つが、形の上でその、データが見つからないとかそういったことがあるんですけども、実際にじゃあデータを利用する段になってみます と、まずそこに必要なデータが入っているかという問題はもちろんあります。で、データを集めるためにも、公的な研究には、帰宅をちゃんと義務付けてもらうと。これは私たちのところだけが、何か努力してできるものではないんですが、プロジェクトが始まってからですね、文科省さんですとか厚労省さんですとかいろんなところで、データは NBDC に集めなさいというようなことを言っていただけるようになりましたので、だんだんそれが解消してきているのかなというふうに思います。で、さらにはじゃあ中にどのようなデータが入っているのかっていうのがよくわからないということがあります。データベースごとにですね、いろんなデータの種類がございます。それからデータ項目の説明がバラバラだったり、もう挙句の果てなかったりとかいうようなことがありますので、データフォーマットをある程度標準化して、それからデータの説明、こうメタデータといいますけれども、そのデータの説明もちゃんと標準化して、みんながこう、分かりやすくなるようにデータの記述を揃えましょうということをやっております。
それから最後に、どのように使ってよいのかということがあります。利用の条件ですね。そういった利用に対しての条件が、まあ、そもそも書いてなかったり、まあ、バラバラだったりということで、データを合わせて使うときに非常に使いづらいというようなことがありますので、利用の条件の標準化とか明示とか、そういったことも非常にデータの利用度を高めるために必要なことだということで、取り組みをしております。でそれの、一つ、解決策がですね、このクリエイティブコモンズライセンスといってものの適用なんですけれども、これもともと著作物、例えば絵とかですね、映画とか、そういったものについて、与える、著作権用のライセンスですが、これはもともと再利用と共有を促進するために、こういうライセンス付けをしましょうというものです。で中身は、例えば表示っていうこういうラベルをつけたら、もちろんクレジットを表示してくださいねということを著者が言っていると。いうようなことになります。あとは例えば継承ということがもしラベルとしてついていれば、元の作品と同じ組み合わせ、この場合元のデータですけれども、元のデータを何か二次利用したときに同じようなライセンスで公開してくださいねという意思表示が継承ということになります。でこれら4つのラベルの組み合わせで、クリエイティブコモンズの中ではこの6種類の利用条件を選択するとできるようになっているんですけれども、この中で私たちが採用しているのは、先ほどご紹介した CC by、表示クレジットを表示することということと、それからクレジットを表示してかつ元のデータベースと同じCC ライセンスで公開することというこの組み合わせですね。このあたりをデータにつけていただいて、さらに二次利用していただいたデータがまたさらに公開されてさらに使われるというような正の循環がうまく回るようにこのラベルをつけようということになっております。でそれ以外にさらにもう一個パブリックドメインという特にサイエンスの世界ではこのパブリックドメインというライセンスをつけることがあるんですけれども、これはもう本当に私は何の権利も主張しませんということをあえて著者が宣言するといったものになります。で、この3つのライセンスを私たちのところでは採用しておりますけれども、ご覧いただいて分かりますように利用の自由度は、この辺が中程度なんですけれども、パブリックドメインにしていただければ非常に高いということでこのライセンスを採用しております。NBDC のポータルサイト、こんなちょっと今、ごちゃごちゃっとした形になっております、お配りした資料の中にもキャプチャー挟んでありますので、後でじっくり眺めていただければと思うんですけれども、今からご紹介するカタログとか一括検索ですね、それからデータの一括ダウンロードのあたりは、この左上のアクセスしやすい場所にまとめてあります。でポータルサイトは NBDC と検索していただければ、多分一発で Google で出てくると思うので、ぜひ検索してご自由にご覧いただければと思います。登録とかも何も言いませんし、どなたでもお使いいただけますので、ぜひぜひ一度ご覧いただければと思います。でここからはじゃあ各種のサービスについて簡単にご紹介をして進めていきますけれども、まずデータベースのカタログです。インテグバイオデータベースカタログという名称で、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報や説明情報を提供するカタログ、現在、これ、昨日の数字ですけど、1672件ありまして、そのうち国内のもの、国内のプロジェクトで作成されたようなデータベース、1100件以上が登録されております。で20種類以上の記述項目で、データベース名はもちろんのことですが、アクセスできる URL とか運営機関名、生物種でどういったものをどういったデータベースなのかということの説明をちゃんと私どものところでつけているところが特徴です。インテグバイオデータベースカタログを、一つで ICGC のデータポータルというと、例えばこういったデータベースを見ていただきますと、この2つのリンクからはオリジナルサイトへのリンクがこう貼られております。ただですね、意外といきなりサイトに行ってもこのサイトってなんじゃいっていうのがよくわからないということがありますので、先ほど申し上げたように私たちのところでは特にこの説明のところですね、カタログについて項目揃えてこの説明を書いていて、その説明の文章をちゃんとつけているというところがありまして、これで検索がかかるようになってますので、どういったサイトかということを分かりやすく、まずはここで見ていただければ、どんなものかなという概要が分かるんじゃないかなというふうには思います。で次に、今度は複数のデータベースがあっても、それをいちいちいくつつ検索するのがめんどくさいということに対してはですね、データベースの一括検索をできるようにしていますけれども、その、横断検索については、651件のデータベースに対して、検索キーワードを日英相互翻訳、これ、京都大学のライフサイズ辞書を使わせていただきながら、検索できるというようなものになっています。Google とどこが違うんだということをよく私ども言われるんですけれども、もちろん Google で普通にマウスを検索するときに実験の
あの研究であれば一応基本的にはこっちのマウスが欲しいんじゃないかなと思うんですけれども、出てくるのは当然こういったあのコンピューターのマウスが出てくるとかですね、あとはデータベースのところで、まあ、Google とか Yahoo さんとかそういうところだと、まあ、かなり表層の部分しかクローリングしてないことも多いんですけれども、実際はデータベースの中いろんな情報が下の方に詰まっておりますので、なるべくこういったものも、横断検索の中によく取り込もうというふうにしています。である研究ではですね、まあ、Google とかでは、公開ウェブの 53.2% 程度しかあの検索がされないというようなこともありますので、実はそれほど網羅的でもないし、まあ、意図できたしたものを取れないということがありますので、まあ、意図したものを網羅的に取れると、生命科学に関してはですね、取れるというような仕組みに仕上げてあります。それから3つ目の、データの一括ダウンロードのためのアーカイブですが、今142件の、国内で作成されたデータを丸ごとダウンロードできるようになっています。でこれも、まあ、説明 の, あのための情報をですね、 ある程度統一して皆さんがパッと見たときに形式的に分かりやすいように書いてあります。でデータも CC ライセンスということで、こう CC 表示継承ライセンスということで、使い方が明確になるようにしています。でこれもちょっとサイトが結構ごちゃごちゃしてとしてめんどくさいんですけど、まあ、結局あの検索ができるということと、あと下に今まだそんなにケースが多くないので、全部下の方に表でダーッと出てくるというようなことにもなりますし、一応あのいくつか の, あのオプショナル検索みたいなのもあります。これもあの興味のある方はぜひサイトに行って、あのご自分のキーワードで検索をまずしていただければ、関連するデータベースが見つかるんじゃないかと思いますので、やってみてください。でこれら の, あの情報を集めて、まあ、皆さんに提供するというのサービスはですね、あの文科省だけでできるものではなくて、日本の中でいろんなプロジェクト、生命科学に関するプロジェクトって、例えば経産省さんだったり、それから農水省さんだったり、あと厚労省さんだったりというところで、あのそれぞれの機関で、まあ、いわゆる統合データベース的なものが立ち上げられている状況でしたので、まあ、これらのデータベースを全部まとめて一括で検索できるようにしようというのが、先ほどもご紹介してきたような取り組みになります。それでちょっとここからは、あの知ってると差がつくサービスということでちょっとご紹介しておきたいんですが、統合テレビという名前で私どものところでいっぱい作っている動画がありまして、これ DBC レスが主に作っているんですけれども、動画数が今1400本以上あります。で例えば吹き出しによって日本語の解説が中に出ているので、本当に実際の画面上にどうやってマウスが動いてとかいうようなことが見えるような、短いものだと3分5分でその説明が動画が見られるというようなものになります。で本日紹介したのは、カタログ横断検索アーカイブの使い方なんかもありますので、ぜひこれ統合テレビっていうのをちょっとしっかり頭の中に覚えていていただいて、後で見ていただければなと思います。それからもう一個ご紹介しておきたいのは、ライフサイエンス失着論文レビューというもので、これは日本語による英語論文の解説記事なんですけれども、書いた人が誰かというと、まあ、トップジャーナルに記事が掲載されたその著者のご本人、日本人の方に、その最先端 の, 研究成果を含めたレビューを書いていただくということをやっているものです。なのでちょっと門外観だと分かりにくいなっていう時も、まず日本語でこういうのを勉強して、それからさらに最先端の現状論文をどんどん読むというような形で入り口にしていただけると、非常に勉強になっていいんじゃないかなというふうに思います。さて、もうだんだん最後の方になってきたんですけども、私どものところ、まあ、さらなるデータの活用に向けて、今はその例えばカタログですとか、そういった一覧を検索していただくとか、そういったものが多いんですけれども、さらなるデータの活用に向けて考えていることをちょっとだけご紹介したいと思います。ティム・バーナーズ・リーさんという人はですね、ワールドワイドウェブの、まあ、考案した一人の人なんですけれども、この人がデータがオープンである状態っていうのを5段階でこう示している、そういった図があります。で一番最初の方は、まあ、PDF で公開してるっていうのが一応、まあ、読めるんだけど、それから加工して何か使うっていうのは非常にしにくい状態からですね、例えば CSV カンマで区切ったような形で置いておいていただくと、アプリケーションに依存しない状態で使えるようになります。でさらにそこから進めてですね、 RDF という形を使って書いてあげるとですね、RDF の形、あとでちょっと形をご紹介しますけれども、その示すものがウェブ上でこうユニークになるように書けると
というような形式になっていますので、さらにデータの利用度が高まると。で、さらにそれをもうちょっと複雑にちゃんと意味のある情報をきっちりつけて、データ同士の融合情報をきちんとつけてやると、機械が過読であって機械が加工することもできるというような、非常にオープン性が高まるデータを作ることができる。で、私たちは次こういうことを目指してやりたいなと思っているわけなんですけれども、今 NBDC の方では RDF ポータルというのを作ってまして、まあ、データベースを RDF 形式でこうダウンロードできるほか、そのデータベースをつなぐような複雑な検索を試すことができるような、この、ポータルをまず作っております。で、RDF のデータ構造というのはちょっとこんな形になっていて、ちょっとあまり私自身も実際は門外観なんで、あまりうまく説明できるかどうかありませんけれども、物事をですね、主語、述語、目的語の形で全て表してやるということをします。で、その時にその、このそれぞれの要素に当たるものをですね、例えばアイデンティファイアゾール部が決めた URI というものに、必ず当ててやるとかですね、あとはどこかで決めたオントロジーですね、そういったものを採用してこれは表現するようにしましょうとか、こういったルールをきちんと決めてやるとですね、例えばここで出てる例は、まあ、こう DDB に登録されてある DNA の塩基配列はこのタクソノミー の、まあ、39947というのにものの一部であるということが、こう示されているんですけれども、それが実はこのオリゼですね、オリゼサティバだということが、実は別のところでこう情報がまとまっていると。で、そうすると、まあ、ここのタクソノミーのところがこう重なるということになると、この情報とこの情報とこの情報がどん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 つながっていくと。こういったふうにデータの記述要素を揃えることで、こういった標準化を進めることで、情報がどんどんネットワーク化していくということを考えています。で、こういった複雑なネットワークを作ったときに、そのグラフ、これをグラフっていう、まあ、ネットワークを呼ぶんですけれども、そのグラフの部分構造をこう検索して抽出することで、まあ、このエフェクト&ネームのこの関係性をですね、見つけていくって、こういうことができれば、いろいろなデータを一つの大きなグラフの中にまとめて検索に使っていくことができるんじゃないか、こんなようなことも考えて、今どんどんデータを集めたり、データのつながりを良くしていこうというようなことをやっているということでございます。でこの後はですね、あと3人の演者がいます。で、最初は、NBDC の三橋の方からですね、まあ、ゲノム医科学に必要な情報基盤としての日本人ゲノムデータベースということで、2つ NBDC ヒットデータベースと、それからそのデータの一部をちょっと使って、ワンストップでいろんなバリアントに関する情報を検索できる統合バーというものについてご紹介をしたいと思います。で、それから次のあと2人の演者はですね、DBCLS の方から来た人間ですけれども、1人大野さんという人で、遺伝子発現の基準データの検索、レフェックスとか、あとチップアトラス、この2つともですね、公共にある配列の情報を、まあ、再解析に利用したりとか、皆さんの実験のリファレンスに利用したりとか、そういったことができるようなツールになっていますけど、こういったことを中心に、紹介をしてもらいたいと思います。で、それから最後なんですけど、こちらは解析系なんですけども、文献情報についてもいろんなツールを DBCLS では作っておりますので、DBCLS の山本さんが、文献中の略語を検索したりですね、あと英語表現を検索したり、それから文献同士の引用関係とか、まあ、それの情報に基づいて類似文献を検索できるようなサービス、こういったサービスを、実際に作ってる人なんで、いろんなこれに関するものを紹介してもらうというような形で、このシンポジウムを進めていきたいと思います。一応ちょっとご参考までになんですけれども、センターの名前いっぱい出てきて、いつも冗談で言われるのは、データベース統合してもセンター統合しないじゃんっていつも言われるんですけど、DBCLS っていうのが今ちょっと紹介したライフサイエンス統合データベースセンターっていうのがのちょっと中心にご紹介をするとですね、JST のバイオサイエンスデータベースセンターとは、まあ、共同研究の形で今お示ししたようなデータベースの統合に関するいろんな取り組みを進めています。で、DBCLS が所属しているのは情報システム研究機構という、ちょっとあまり耳慣れないかもしれないんですけれども、そういった大学共同利用機関法人の中におりまして、その中には国立大学研究所があって、その下に DDBJ センター、先ほどちょっと紹介しましたけれども、この3局の取り組みをやっている DDBJ センターというのがあります。なので、この DDBC センターというのは、もとよりこの辺の、米欧とのいろんなセンターとの関わりがある中でいろんな活動をされてきていますし、私たちがやっているデータベースの統合というのも、海外のいろんな機関と一緒にやりながら、一緒に連携しながら進めているところです。
で、データベース活用法についてもっと知りたいということで、ちょっともう今日は駆け足なので、全体で2時間ということですから、かなり駆け足なんですけれども、私たちはアジャックスと講習会というのを毎年6回ぐらいやってまして、今年もあとこのぐらいあります。11月9日に札幌医科大学でやらせていただくのと、12月5日には愛知県がんセンターでやらせていただくのと、それから1月28日には JSD 東京本部市外でやります。大抵ハンズオンで実際に PC を動かしながらというようなことで慣れていただくような形で、講習をやっておりますけれども、中には座学だけになるような時もあるかと思いますが、ぜひもしご興味があればですね、 NBDC のサイトを見ていただくと、時折このやりますよっていう広告が出ますので、ぜひぜひ見ておいてください。それからですね、すごい間近なんですけども、10月の5日、私たちいつもこれを統合の日と呼んでまして、統合の日シンポジウムっていうのをいつもやっております。実際にデータベースを開発している人、データベースやこういったツールを開発している人がいろんなポスターを出したりして、直接開発者にいろんな質問もできたりするような、そういった場にもなっておりますので、もしご興味のある方がいらっしゃれば、これも NBDC のサイトから見ていただけると、今日のお配りした資料の中にもチラシも入れてありますので、もしよかったら見てください。プログラムもどんどん公開されていますので、ご興味のある方はぜひどうぞ。ということで、私の発表をこれで終わりにして、次の三橋に登壇してもらいたいと思います。どうもありがとうございました。